今ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、安倍元総理が奈良で撃たれて死亡したっていう話なんですけど、日本の SP は本当何をしてるんだって話じゃないですか。まずそこで安倍さんを守るのが仕事なのに、安倍さん撃たれてお亡くなりになっちゃったじゃないですか。これだったらね、僕のお知り合いのね、栗山健介をね、SP にさせた方がいいですよ、マジで。奴は機敏に動くし、何があっても守ってくれるんですよ、あいつは。ああ見えて。だから僕としては、今後、日本は、もう外もろくに歩けない状態なんで、本当に、偉い人は、SP だけじゃなく、栗山をちゃんと雇って、自分の身を守ることに、専念した方がいいと思います。いや、これ本当に冗談抜きで、SP より栗山の方が本当に、強いですよ、マジで。あれ、最近の動画、まあ、いつも動画見てもらえればわかるんですけど、あんな動きしてて、怪我一つないですからね。何かあったらその、人の前に出てきて、玉よけにもなるんで、だから、その、不謹慎かもしれないですけど、この僕の発言は。不謹慎かもしれないですけど、リアルに、本当に栗山雇った方が、本当に偉い人は助かると思うんで、この本当に、昨日の高橋さんといい、安倍晋三さん、ご冥福お祈りいたします。